ハングル。ハングルは朝鮮語を表記するための表音文字である。1446年に、李氏朝鮮第四大国王の清掃が、君民正音、略称、正音の名で交付した。意味は、偉大なる、反、文字、グルであるが、藩を大韓帝国の藩とする説もある。現在、大韓民国では、ハングル。 朝鮮民主主義人民共和国では、チョソングル、チ茶、朝鮮、文字の意もしくは、ウリグル、我々、の文字の意と呼ぶ。ハングル制定時の正式名称は、訓民政音であったが、当初から非語、朝鮮語の文字という意味で、オンモンオンムン、と呼んだ。また、知識のない平民たち、女や子供が使うやしい文字として、アムクル、女文字、アヘグル、子供、 文字の糸も卑下されてきたと言われるが、改例本にことわざが通常語彙としてあるように必ずしも非正ではないとする見解もある。音文という卑下した名前を嫌ってハングルの語が使われるようになったのは1900年代である。修字教は1913年に朝鮮語の研究会の名前をハングルもとしている。朝鮮語のローマ字表記の一つである MR 式を 考案した、マッキューンとライシャワーは、1939年当時に、朝鮮語学会が、ハングル、朝鮮語学研究会が、チョンウム、オ音の語を使っていると述っている。なお、この論文では、ハングルの反を、一と解釈して、ユニファイドシステムと翻訳している。ラテン語表記では、ハングルと表記されることが多いが、近年は二千年式に準拠した。 ハンルという表記も使われている。英語圏ではコリアンアルファベットと呼ぶこともある。中国ではモ文もしくはハンフミ、朝鮮文字と呼ぶ。日本は古くからモ文、原文、モン、また朝鮮文字と呼んでいたが、現在ではハングルという呼称が一般的である。朝鮮半島では15世紀半ばまで自民族の言語である。 朝鮮語を表記する固有の文字を持たず、知識層は漢字を使用していた。区結、公血、区結、利と、利等など漢字を借りた表記法より断片的、暗示的に示されてきた。李氏朝鮮第四大王の清掃は、朝鮮固有の文字の創生を積極的に推し進めた。しかし、その事業は当初から時代主義的な保守派の反発を受けた。 清掃が設立した諮問機関の集権で福祉下げ額だった。歳一万里は1444年に上訴文で、昔から中国の処置は、風土が異なっても方言に基づいて文字を作った例はない。ただモンゴル、聖火、女神、日本、チベットのみが文字を持つが、これらは未内的、野蛮人、未開人のなすことであり、有に足るものではない。漢字、中国文字こそ文字であり、 民族固有の文字などあり得ないと反対した。しかし、清掃はこのような反対を、これは文字ではない、中国文化に対する反逆ではない、訓民声音、漢字の素養がないものに発音を教える記号に過ぎない、と押し切り、定林氏など集権伝内の新進の学者に命じて1446年に訓民声音の投げハングルを反布した。民を訓。 教える正しい音の意である。1504年、縁山くんの暴政を誹謗するハングルの張り紙が各地で発見され、縁山くんはハングルの教育や学習を禁止し、ハングルの書籍を焼却、ハングルを使用するものを弾圧した。清掃時代に設置されていた清音町は中掃年間の1507年に閉鎖されたが、ハングルの使用は禁止されることなく、 民衆の初期手段として広まることになる。1490年に、軍艦の羅千結、1461年から1524年、が妻の孟子に送ったハングル書館は、現存最古のハングル書館であり、1998年に、京城北道安東で発掘された大、利用代、1556年から1586年、の墓で亡くなったの死を悼む妻からのハングル書館が、 発見された。ボンの父へ、日のえ犬、1586年6月と始まる、長文の手紙である。また17世紀に、宗計連が、自分の下男の鬼畜、鬼中の意に書いた書簡などが残っている。一方、ハングルは、支配層でもよく使われ、王室をはじめ王、王妃の直令や親民への伝言、王、王妃と公主のハングル書簡。 王族同士のやり取りしたハングルの手紙も残っている。また、宮廷や両半階級におけるハングルの使用もあり、国王の記したハングル書簡としては、戦争のお筆ことわざ館、1603年筆者文献が現存している。両半では、理事、剣吉文、金直広氏らヤンバンの文化人が、自長、鹿を読む際にも、ハングルが利用された。文廷王校、 人目王公などの恩文直令や民生王公が、都落ちする儒学者の総辞列を引き止める、ハングル書館、1839年に、剣僧の祖母、純元王公によるキリスト教禁止令である、赤蛇ンをハングルで書いて交付した。ハングルはまず、発案者である清宗の元国家的な、出版事業において活用された。ハンルの創直後年には、 王朝を称える、章下、両品を天下仏を称える、章下、月印知恵の曲、釈迦の一大域である、釈仏まびら株ぶが相次いで刊行され、ついで1448年には、印書、東国聖院を刊行した。その後も国家による、ハングル文献の刊行は続き、限界書、中国書籍の翻訳書を中心にその分野は、仏典、儒教関連書、 実用書など多岐にわたる。刊行された書籍は各地で復刻され版を重ねることが少なくなかった。清祖の書簡、上院寺五帳、1464年もハングルである。開花期になると民族意識の高揚とともに、ハングルが広く用いられるようになる。開花派と井上角五郎の協力により、朝鮮初の近代新聞、漢報である。 ハンスン巡法が1883年に刊行され、その続刊であるハンスン州法1886年総刊では、漢文の他に漢字ハングル混合文、ハングルのみによる朝鮮文が採用された。16世紀初頭のハングル禁止令以来、それまで公的な文書において、ハングルが正式に用いられることがなかった朝鮮において政府の関与した文書に、 ハングルで記された朝鮮文が採用された意義は大きい。また、半寸ス州法では、漢文的要素の強い朝鮮文である、国漢文と呼ばれる、新たな文体も同時に創作、採用された。国漢文の創作、採用にあたっては、日本の漢文書き下ろし文の文体を参考にした、見られるが、そのような経緯には、 福沢諭吉文下の井上角五郎の助力があったと見られる。しかしながら国漢文は漢文の素養を必要とする文体であったため一般に広くルフするには至らなかった。1896年に創刊された独立新聞はハングルと英文による新聞であった。これは和地書きを初めて導入した点でも注目される。公文書のハングル仕様は 交互改革の一環として1894年11月に交付された直令1号公文式において公文に国文、ハングルを使用することを定めたことに始まった。1890年代後期に包丁したイザベラ・ワードはその当時温文、縁文と呼ばれていたハングルについて未だ知識層からは別視されてはいるが、1895年1月に 半分音門混合文が官報に現れて以来国王による独立宣誓文をはじめ一部を除く公式文書に正式に採用され音門による書物も徐々に増えつつあると描写し今後音門による教科書と教師の育成が待たれるとしているまた上流階級の女性は音門が読めるが女性の識字率は極めて低く1000人に2人であろうとする一方 観光添いで出会った仮想階級の男たちの多くはお問が読めたと述べている。1906年に修二教が大韓国語文法を1908年に国語文典音楽を出版した。また最高玉の大韓文典と諭吉地深氏の大韓文典、最高玉の大韓文典と同名、1909年に金広史章の初島国語語典。 習字教の国語文法などが出版された。ハングルという古城が文献上に初めて現れるのは大日本帝国による韓国併合以降の1912年のことであり、習字教に始まる。韓国併合時代の朝鮮総督府は、恩門、恩門と呼び、1912年に普通学校用、恩門鉄字法を制定し、1921年には、 周事教の弟子らが朝鮮語研究会を結成し、総督府と協力して1930年には聖書法音門鉄字法を制定した。1920年からは平合化で、宅地本が多数出版され、読書が朝鮮半島で大衆化、近代化する決定的な契機になった。1933年、朝鮮語鉄字法統一案が出され、これが 韓国でのハングル聖書法、1988年の元となった。北朝鮮では1954年に朝鮮後、鉄字法、1987年に朝鮮、五機関集が出された。ハングルの創生の原理を記した、訓民性音階冷文音では、ハングルの母音と死音を音用5行に基づいて作っていると記されている。また、同書の序文では、賢いものは、 朝の間に愚かなものだとしても十日なら十分に学んで習うことができると記されている。音名の原理に基づいて作られた、語行に基づいて作られた、ハングルは表音文字である。一つ一つの文字が音節を表す文字体系だが、子音と母音の字母、茶母を組み合わせて文字を構成する。このような文字体系を蘇生文字と呼ぶ研究者もいる。 新字母は、基本字母が14個、合成字母が5個の、計19個。母音字母は、基本字母が10個、合成字母が11個の計21個であり、合成字母を含めた字母の総数は40個である。それぞれの字母は、以下の通りである。なお、1446年、訓民性音創性当時と現在とでは、文字の構成要素も変化している。コハングル。 創世当時には中期朝鮮語の音音を表す、詩音字母、母音字母があったが、現代では用いられない。この表の修正の発音は、小松や無声詩音の前での発音である。字母は、音節頭の位置にある時には、詩音がないことを表し、音節末にある時には微音を表す。合成字母の配列順序は、韓国の順序によった、字母、茶も、 お二つ以上組み合わせて一文字をなす。一文字の構成は、死因児童、母音字母あるいは、死因児童、母因字母死因児童のどちらかである。音節頭の死因児童を、初声、母音字母を中声、音節末に来る、死字母を修正、または、パッチム、支えるものの意と呼ぶ。初声と中声の組み合わせ方には三つのタイプがある。修正があるときは、 これらの下に修正を置く。このハングルの字母の組み合わせ方の由来については、吉丹正寺から取られたとする説が、西田達夫によって唱えられている。修正として用いることのできる、シーン磁母は、DD, BB を除いた16個である。また、朝鮮語の携帯音素表記のために、修正では2つのシーン磁母を左右に組み合わせる、20、修正、20パッチムことがある。 聖書法で認められている組み合わせは、GS、NJ、NH、LG、LM、ポンド、LS、LT、LP、LH、BS の11種類である。これらの二重修正は、小末の場合や後に、死因の続く場合、基本的には右側を、それ以外は左側を発音するが、のみは、と発音することと発音する語がある。 修正は二重修正を含めると表記上は合計27種類あるが発音としてはの7種類しかない。それにもかかわらず、激音字母やノート字母などを修正に用いたり二重修正を用いるなど様々に書き分ける理由は主に形態層を明示するためである。形帯層を明示するために前述の七種類以外の修正字母二重修正含むを用いるケースは 具体的には大きく次の3パターンに分けられる。1は修正が該当し、例えばといった具合に直後に母音が来た時に次の音節の初声として発音される音を示せ。2は二重修正の内九首が該当し、例えばといった具合に直後に母音が来た時に修正として発音される音と次の音節の初声として発音される音の両方を示す。 ただし、の場合は、実際の発音変化が、から、から、となるので、本来と書くべきと考えられるところを、これでは表記が煩雑なので、修正の次に来る初声は、ノートで発音されることから便宜上表記を、としている。3は、がが意図し、実際の発音変化が、から、から、から、のようになる場合で、このような場合、それぞれ五感を、と書いたのでは、 そのまま続けて、など平音の字を書いた時に激音化が表現、できない。そこでこのようなケースにあっては、便宜的に五完末のを想定して、修正を、と表記し、といった具合に、平音が後続した場合は、平音とが融合して、激音で発音すると考える一方、母音が後続して新たに子音が現れない場合は、そのが、あたかも他の修正と同様に、一旦初恋となった上で、 語中なので、超えなくなっている。そして単語によっては二重修正の左側であるが、初声化しているとみなしたような、とみなしたような書き方となる。つまり、激音化を表現するために、お修正に利用するのである。ハングルの由来をめぐって諸説があるが、1446年9月、上旬に発刊した、訓民性音階霊本にはハングルを創生した、理由と音量の原理に基づいて、 死因と母音を作ったと明らかにしている。今更ハングルの字型の由来に関する直接的な論争はないが漢字とパスパ文字の起源説がある。ハングルの音体系は死因字母が三十六字母に対応するように作られているなど中国音,音楽に則っ,っており、訓民声音にはハングルの字型について造形字アザ方庫点、そう、定称の陸書略の 記一成分図を起源とする説もある。事後の字型などについては、訓民性音の性あざ原理に書かれていることがすべてか、さらに原型となるものがあるのかについて議論がある。ハングルの字型そのものの起源は、常実の訓民性音解例の通り、象形によるものだが、その他の点では、パスパ文字の影響があるという主張もある。パスパ文字は百六十九年に、フビライハンが ラマ像のパスパ、パクパに命じて作らせたもので、モンゴルから支配された高麗時代以降、李氏朝鮮の時代の知識人も、このパスパ文字を習得していた。コロンビア大学名誉教授は、古典は当時、モロコン示の名で知られていた、パスパ文字を指すとしている。レッドヤードによれば、訓民声音での基本的な支音字母は、K、N、M、S であるが、 K を除く字母で基礎になっているものは、K, T, L, P, T, S であり、これらは、パスパ文字の K, T, L, P, S に由来し、チベット文字のが D, A, L, A, B, A S に由来するとしている。チベット文字は、ブラーフミー系文字の一つで、その起源は、フェニキア文字とされるため、さらに遡れば、ヒエログリフにたどり着く、ハングルは、 フェニキア文字から派生したギリシア文字、ラテン文字とも同系統とされる。は、おそらくギリシア文字のガンマデルタラムダ、ラテン文字の C、GDLB と同系統であろうとしている。については、チベット文字とラテン文字とで同系統の文字抽出するのが困難。また、ゼロシーンを表す。については、ハングルにおいて独自に発明された地獄だとしている。なお、フェニキア文字には、 ハングルのに似た機能を持つ文字として、アルフ、ヤイン、があり、それぞれラテン文字の A と O の由来となっている。しかし、フェニキア文字がインドに伝わりブラーフミー文字となった段階でこれらに相当する文字は消失しており、ハングルのは独自に再発明されたことになる。ただし、コハングルで唇軽音を表したに現れるは、パスパ文字に習ったもの、音化は W としている。 以上より、ハングルの死因磁母は、ブラーフミー系文字、究極的には、ピエログリフに由来すると独自に開発された、の、系6つの字母を基本とし、中国音音楽に基づいて、他の字母をそれらの変形により派生させたものとなる。母音字母については、朝鮮語の音音に合わせて、独自に作られたものとしている。ハングル成立に先立って、った文字、除神文字、 聖歌文字、パスパ文字等の様々な民族文字が先行、成立していたことが重要であり、ハングルはそれら民族文字の最終奏者であり、特にパスパ文字はアジア発の体系的表音文字であるため、その表音文字という発想がハングル成立に巨大な刺激を与えており、ハングルがパスパ文字の巨大な影響を受け作成されたのは、 モンゴル帝国に支配されていた記憶が生々しい李氏朝鮮初期にハングルが作成されたことが傍傷であるという。南北朝鮮では、ジボの扱いや辞書における見出し語の配列などが異なる。韓国はソウル方言に、北朝鮮は平ョンヤン方言に依拠しているため、発音も若干異なる。文化観光部2000年式、末級ミコール、ライシャワー式。 北朝鮮1992年式などがある。字母を組み合わせて作られる文字の理論上の組み合わせは11172文字だが、実際に使用されるのは、その半分以下である。1987年に、韓国の国家標準となったコンピュータ用の文字セット、KS 完成、KSC5601 から1987には、 日常の99%が表記できる範囲として2350字しか含まれなかった。なお、1994から1995年頃までは1172文字全部を表現できる文字セット組合型ジョブが圧倒的に多く使われていたが、Windows 95で KS 完成形を拡張した文字セット拡張完成型 UHC。 ユニファイドハングルコードを採用し、後の Windows にも使用されたため、現在は組合型文字セットはほとんど使われていない。なお、Windows NTK では、ユニコード2.0、KSC5700、現、KSX1000 から1以降をサポートしている。ユニコードにはハングルを符号化するための文字が数種類あり、標準的に使用されるものは、ハングルジボ、 U プラス1100から 11FF とハングル音節文字 UAC00D7A3 である。ハングルジボはハングルを構成するジボで、これらを合成することにより15世紀から現代までのハングル音節文字を作成できる。U プラス1100から 115F は初声シーン。U プラス1160から 11A2 は中声ボ音、U 11A8 から 11F9 は 中性シーンが定義されている。ハングル音節文字は、2つの字母からなる音節399文字、3つの字母からなる音節10、773文字の、合計11、172文字で構成されている。この他に、ハングル語換字母、U プラス3130から 318F が、あるが、KS 完成型、KSC5601 から1987、弦。 KSX1001-1998 との互換性のために存在する。ユニコードでは、ユニコード1.1以前とユニコード2.0以降ではハングルを定義する領域が異なっており、互換性がない。ユニコード1.1までは U++3400 から 4DFF にハングルが定義されていたが、ユニコード2.0制定時に、新しく UAC00D7AF に、 ハングルが定義され、給料域は破棄された。その際、韓国の要求により KSC5601 から1992の組合型文字セットに基づく現代ハングル、音節文字11172文字が網羅されている。なお、ユニコード2.0で破棄された領域は、ユニコード3.0制定時に、 CJK 統合漢字拡張英集合として u プラス三千四百から四 d b f に定義され、ユニコード四点零制定時に液響記号集合として u プラス四 d c 零から四 d f f に定義されている。ハングルは世界中の言語を表記できる文字であるとする主張があるが、例えば英語の F と P、Z と J が共に P、J と表記されるように、少なくとも 現行の外来語表記法ではこれらを原音通りに記するのは不可能である。また、ハングルがユネスコの世界の記憶、記憶遺産に登録されていると報じられることがあるが、世界の記憶に登録されているのはハングルという文字自体ではなく、訓民性音階例本である。2009年には、 ハングル世界化プロジェクトによって、インドネシアの少数民族チアチア族が、チアチア語の文字表記にハングルを導入した。韓国の訓民性音楽会が中心となって、チアチア語のハングル表記を進めた。チアチア語には、アルファベットやアラビア文字では表せない音があるが、ハングルなら、表記が可能であるかもしれないと採用された。チアチア語は、固有の文字を持たず、固有語を失う危機にあった。 ため、韓国の団体が提案し、2009年7月、バウバウ氏にて、ハングル吹き応募描きを交わした。しかし、これらの表記法は、チアチア語の音韻を反映するものではなく、朝鮮語の事情に合わせて作成されたものであり、朝ヨシナリは、アジアの一半島とその周辺でしか用いない文字を、あえて採用す、必要はないとして、世界的に反応性のある、ラテン文字で、 チアチア語を表記した方が、はるかに合理的で、効率的であるとした。バウバウ氏は、インドネシア政府と相談せずに導入を決定しており、インドネシア政府もハングルを公式文字として、採用していないと発表している。世界日報も、実際には現地に、韓国教師は派遣されていない上、ハングルが、チアチア族の公式文字に採択されたという事実も、ないとしている。 2011年10月、このプロジェクトが頓挫していると報じられた。黒田勝弘は、これらの情報は、実際には、現地の学生がハングルを学習する程度の話で、あったのであり、同志が公式文字を採択したという韓国マスコミの、報道は、ハングルの優秀性を示す、ハングル愛国主義のために誇張された巨峰だったとした。知られているものとは異なる2018年1月に、 インドネシアの新聞によると、現地にハングルはよく定着したものとみられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。